宝白県は、新朝末期の軍人である。字は駅堂。北洋艦隊の高級将校であり、日清戦争で、防護巡洋艦、墨園の艦長を務めたが、公開海,海戦の後に、敵前逃亡罪によって処刑された。四人兄弟の長男で、父親は、私塾の教師をしていた。1867年、15歳で、福建船生学堂に入学し、公開術を学んだ。 卒業後の1871年、竜由美戦、林康祖、林久志昇、八祖系と共に練習官、権威に乗って中国近代海軍史上初の航海に出た。航海の目的地は天津及びシンガポールとペナン島であった。1877年、新国政府は紅白県らをヨーロッパに留学させた。紅白剣は、玄むねみつ、札鎮護 ハソケイ、リュウアユミセンラと共に、イギリスの王立海軍大学に派遣され、1877年10月に入学して、高度な航海術を学び、1880年5月に帰国した。その間、1878年には、ナサニエル・ボーデン・スミス艦長指揮下の抜巻的、コルベット・ユーライ・アラスに乗り込んで、インド洋に向かい、 1879年8月4日からは、リチャード・エドワード・トレーシー艦長指揮下のエクリプス級、スループ、スパルタに乗り込み、世界の海での航海を経験した。帰国後は、砲艦、鎮税、鎮北屋、練習艦、イエ園の艦長を務めた。1885年、北洋海軍中軍左衛の副将に昇進し、スミエ園の艦長となった。1892年には、 副将の任期が満了した。日清戦争勃発前、砲白剣は、李公賞に手紙を送り、巡洋艦の配備を早め、装備を充実させるべきだと建議した。1894年、朝鮮で反乱が起き、清朝は、反乱を鎮めるために軍隊を派遣した。帝女将は、墨園艦長の砲白剣と共に、愛人氏、ヒクジラなどの輸送船を護衛して、 ガザンに向かった。7月25日午前4時、輸送船がすべての陣馬、兵器を上陸させた後、墨ンが戻ってきた。午前7時、墨ンと高津は、朝鮮半島西岸の豊島沖で、日本海軍の第一遊撃隊の防護巡洋艦、吉野、秋津島、何和に遭遇。砲撃船となり豊島沖海戦が発生した。墨園は、吉野を砲撃した後、 追撃を振り切り、議会に戻った。9月17日午前11時、公開回線が勃発し、戦況は熾烈となった。15時半ごろ、墨園艦長の砲白剣は、艦の損傷が激しく、艦首が割れて浸水し、砲が使用できず、修理する必要があるとして、戦場を離れて、旅順に帰還した。高校艦長の後高志坂へも、同様に逃走した。 墨園が撤退し、北洋艦隊の編隊が壊滅したことが、真の敗因の一つとなった。翌日早朝、宝白圏は墨園を率いて、旅順に戻った。9月19日朝、宝白圏は、三三島で座礁した、高校を栄光するように命じられた。高校の座礁が深刻で、墨園で栄光することができなかったため、9月23日朝、 高校の上院を連れて、旅順に帰還した。1894年9月24日、早朝、北洋艦隊の将兵がまだ寝ている間に、新国政府は、宝白圏を、隣人脱党罪により、旅順の黄金山の麓で、残首刑に処された。40歳だった。これは冤罪だとみなされていた。1895年2月、日本の連合艦隊司令長官。 伊藤助行きが北洋艦隊の特使ほどヘッキ港と会談したが、その際に火山の戦いでの砲白権は海戦に精通していたが、なぜ殺したのかと質問した。ほどは上命でしたと答えた。ありがとうございます。